名古屋市交通局 N3000 系電車は2011年に登場した名古屋市交通局鶴舞線用の通勤系電車である。鶴舞線のほか、名古屋鉄道の犬山線、豊田線、三河線へ直通運転をしている。ただし三河線では梅坪豊田しか以外営業運転での直通は行われていないが試運転では土橋駅まで運行したことがある。 鶴舞線としては3000 50系以来17年ぶりの新形式であり3000型と3050系3 159編成の廃車に際し近年の技術の急速な進歩と社会ニーズの変化を受け2026年に予定される鶴舞線のホーム作に対応するため2011年から2022年にかけて導入される予定従来車より コストダウンを図り、かつ省令改正の深度化を目指して設計された。1編成あたりの購入価格は約7億3000万円である。正面デザインは N3101 編成のみ、やや傾斜かつ丸みを周囲につけた形状で N3102 編成以降は直線を多用した形状となり、メーカーによって車体構造が大きく異なり、鶴舞線で 初めてのアルミニウム合金車体は、名古屋市営地下鉄で初めてかつ唯一のダブルスキン構造による A トレーン、ステンレス高車体は、上井田線7000型まで採用されていたビードプレス工法をやめ、鶴舞線で初めての日車式ブロック工法が採用され、名古屋市営地下鉄で唯一飛達性アルミ車体と日車性ステンレス車体が混在している車両となっている。 なお、日立製アルミ車体と、日車製ステンレス車体の遺査については入札結果によるものである。左右の車側等間幅は 2780mm であり、車両寸法は3000 50型とほぼ同一であるが、床面高さは 1850mm、幅は 1300mm となっている。全消灯は N3111 編成まで、鶴舞線で、 初めての HID 式だったが、N3112 編成以降は、LED 式に変更され、LED 式標識統剣微灯は、全消灯の内側に配置、非常用貫通扉は、運転台から見て、右側に、オフセット配置されている。行き先表示器は、名古屋市営地下鉄で、初めてのフルカラー LED 式となり、急行を含む名鉄様式も、 表示可能のほか、N3112 編成以降は、機種変更のため、切れる、シャッター速度が変わったが、見た目は変わっていない。また、3050型にはない丸の内鶴舞、新沼表示や、準急表示も可能。客室の窓ガラスは、客用ドア間を二連窓、車端部を固定窓とし、その上下には、鶴舞線のラインカラーである青帯が配され、 すべての車両連結部間の貫通路には通常時に閉じる貫通扉が設置された。なお、N3101 編成は室内側から見ると窓ガラスの点地寸法を A トレーンの設計から縮小した形跡が確認できる。記号表示器は N3111 編成までマグサイン式だったが N3112 編成以降は LED 式となり、列車無線アンテナの形状が、名鉄9500系と同形状に変更された。天井、壁面とも明るい白系統の模様入り化粧板、床は、有松絞りをモチーフとしたデザインを採用し、座席は、オールロングシートで、一人当たりの幅を460ミ、mm、リメートルと設定し、座り心地を考慮した簡易。 バケットタイプとし、客用ドア間に7人掛け、客用ドアと連結面の間に3人掛けの座席が配置されているが、構造は、紙田線7000線型で採用された型も知識を踏襲する。冷房装置搭載箇所の天井は段差を解消し、結果として、室内空間の拡大が図られている。鶴舞線で、初めて客用、ドア上部に17インチワイド。 LCD 式車内案内表示器が1両あたり4台、客用、ドア上部の左右2箇所に千鳥配置で、ドア開閉方向を示す、表示器が1両あたり4箇所、千鳥配置、乗降口にドアチャイム、全客用、ドア上部の左右2箇所に、ドア開閉動作開始ランプが設置、座席端部の仕切りが大型化された。また、名古屋市営地下鉄で、 初めて座席間にスタンションポール計3本が設置。貫通扉の取っ手が大型化高低差のある吊り革 N3106 編成以降は、LED 式照明が採用。N3112 編成以降は、セキュリティ工場のため、客用、ドア上部に、防犯カメラが1両あたり4台。映像記録装置が1両あたり1台。千鳥配置。 車タン部に表示灯が一つ追加された。さらに、客用ドアの室内側は化粧板仕上げであり、展示で進行方向と乗車位置番号、合車番号が表示され、客用ドア床面は識別を容易とするために黄色とされた。車椅子スペースは3050系の両線当車への設置から一両に一箇所への設置へと拡大されている。平装置には、 客用ドアに人や物が挟まった場合に多いに、脱出できるように土平力を約4分の1に抑える、トハ挟み制御機が設置。N3106 編成以降は、客用、ドアレールの水抜き穴の形状が変更された。全編成に非常通報機が設置された。名鉄線において、車内巡回中の車掌が、ドア開閉を行いやすいように中間車の左右に位置、箇所ずつ。 車掌スイッチが設置された。車掌から運転士への発車の合図等に使用される、新鈴は3000 50型まで電磁式の鐘とブザーを使い分けていたが、本形式からはブザーのみとされている。3 0 0 50型までと同様運転室内だけでなく、名鉄線内は全車両で新鈴を聞くことができるようになっている。右側のディスプレイの駅名表示は日本語英語。 韓国語、日本語、中国語を回転させながらアニメーションのような表示をする。ホーム案内も進行方向から向かうような感じで表示している。この技術は東京地下鉄8000系後期更新車と16000系、都営地下鉄10から300系一部編成と12から600系一部編成、大阪メトロ3万系未動筋線車にも採用されており、 名古屋市営地下鉄では、桜通線6 0 5 0系6 1 5 2編成以降に続き、2車種目の採用となった。運転台は3050型と同様に、進行方向左側に配置した。主幹制御機は、ブレーキ設定機と一体となった右手操作型、ワンハンドル式を採用、車両情報装置のタッチパネル式液晶モニターを配置した。 この車両情報装置は、先頭車に搭載した中央ユニットと、中間車消火に搭載した端末ユニット、ラダー型電装回路で接続された、電装ネットワークを用いて結び、他の機器とのデータ送受信を行うことにより、機器の制御や監視、検査、さらには、乗客サービスをサポートするシステムで、制御装置やブレーキの制御を行う機能、車内案内表示、 自動放送、空調の制御を行う、乗務員支援機能、主要機器の車上検査を行う機能、車両で停止している状態でも模擬走行状態として、各種案内設備やデータ収集、IC カードへの転送を行う、研修支援機能、運転状況を記録する機能などを有している。また、運転制御指令の送受信回路は冗長性を高めるために、 完全二重系とした。保安装置は、鶴舞線内で使用する車内信号式、自動列車制御装置と、相互直通先の名古屋鉄道線内で使用する、自動列車停止装置を装備した。ATC は、受信速勝負、軽電気部と検査記録部の三部構成で、受信速勝負は、マイクロコンピュータ2機を二重構造とした、デュアルコンピュータ方式としたほか M 式 ATS の受信機は CPU を使用したソフトウェア処理を行う ME 型とした制御装置は PG センサレスベクトル制御を用いたイグ部と素子を用いた2レベル PWMVVVF インバータ制御を採用しインバータ1機で主電動機4台を制御する車両単位の制御とした素子の冷却方式は事例式ヒートパイプ方式で 冷媒には純水を使用する。主電動機は1時間定格出力 170kW のカゴ形参照誘導電動機を採用、自己通風式押し込みファンとすることで、周廃人効率の向上を図った。駆動装置は3000位形、3050型と同様の、歯車形軸継手平行、カルダン式駆動方式とした。制動装置は遅れ。 米制御を有する ATC、電動回線併用電気指令空気式で、ブレーキ受信装置1台で2両分の常用ブレーキ制御を行うほか、時速 0km まで制御する純電気ブレーキを採用している。台車は、モノリンク式空気バネボルスタレス台車、軸箱に密閉式投コロ軸受けを採用しており、リンク内と軸バネ内に特殊ゴムを内蔵することで、 走行性能や振動特性の向上を図った。終電装置は各電動車に PT7164B 型シングルアーム式を搭載した。冷房装置は冷房能力 24.4kW の集約分散式を各車両に2台搭載した。この他補助送風機としてラインデリアを設置している。 補助電源装置は125区場の3レベルイグ部と、組織式静止系インバータを採用した。電動空気圧縮機については参照誘導電動機、直結式2段圧縮横型直列3機等式で、1編成で2台搭載した。本形式は、名鉄100系も含めた、鶴舞線の車両としては初めて、制御車が、編成両端に配置される、車種構成となっている。 日立製アルミ車体被車製ステンレス車体2011年10月8日から9日にかけて N3101 編成が日立製作所カサト事業所から日清工場に公衆輸送され26日から11月17日にかけて試運転を実施し2012年3月16日から鶴舞線で営業運転を開始した 2012年5月13日に N3102 編成が日本車両製造豊川製作所から日清工場に公衆輸送され24日から30日にかけて試運転を実施し6月1日に導入された2013年8月5日に N3103 編成 2014年6月2日に N3104 編成2015年6月5日に N3105 編成2016年6月27日に N3106 編成 N3107 編成, N 編成2017年8月1日から9月8日にかけて N3108 編成 N3109 編成2019年8月8日から9月27日に かけて、N3110 編成、N3111 編成、2020年12月14日に、N3112 編成、2021年4月19日に、N3113 編成、2022年2月から3月に、かけて、N3114 編成、N3115 編成、 2023年3月に N3116 編成が順次導入される予定。LCD 式車内案内表示機の多言語2020年4月には N3101 編成 N3111 編成に LCD 式車内案内表示機の多言語化が行われた。N3101 編成と N3102 編成以降の車体の遺差については 名古屋市調達情報サービス内の入札結果の平成21年度及び平成22年度申請区分、物件の買い入れ、借り入れの件名高速度鉄道第3号線車両車体、偽装の製造受け負い参依ありがとうございます。